はい、おはようございます。今日はね、葛城市の前方後円墳が1個抜け取り言われましてね、ちょっとやっぱり取らなあかんかいうことに来たんですけどね。その理由があるんやけど、1年ほど前動画アップしてましてね、そこに皿池古墳の方はね、前方後円墳じゃないかというようなことで出しとるんですよ。それを見た方からね、朝一番にメールいただきまして、行ってますかいうことで、いや行ってなかったんでね、はい、今日やってきました。まあおそらく見た感じではね、前方後円と思うんだけどね、まあいろんな記載見ても円墳というようになっとるんでね、どうでしょうかね、行ってみましょう。歩いた跡があるぞ。歩いてますね。お、歩いた歩いた。あ、出てきました。これが皿池古墳でございます。なんか石標かなんかなかったかな。それをちょっと見てみましょうかね。これはここ、こっちが開口してたんだろうな。どうなんだろうね。いやー、ここですよ、これは。はい、ここにある。万葉の丘、皿池古墳。なんとも言えんね。どうなんだろう。こう手前が、そこ前、後ろが円墳として、この手前がね、この手前が、手前もね、三段ぐらいするんで、どうなんだろうね、これ。骨を使っとるんでね、どうなんですかね。いやー、形状としてはちょっとはっきりわからんね。それでもこう感じが取れますけどね。こっちが後墳やったらね、あの辺からこう後円墳、あっからね、後円墳に見えるけど、どうなんだろうね。ということで、前方後円墳ならね、おそらく60メートルぐらいあるかな。そうですね。見た感じはやっぱり前方後墳かな。いやいや、前方後円墳やな。分かりづらいね。何にも城見当たらないんだね。いろいろ調べてみたけど、あっちからか、もしからこっちから、下も前歩いてみたんだけどね、分からんな。くびれ部とかがね、ちょっと分からんのでね。こうか、こうかこうか。まあどっちもね、前方部がどっちもあるような感じがしてしゃあないんだけど、こうやな。こっちが、こっちが方墳やね、おそらく。それが正解やろ。だって全然興奮の手前の興奮の場所がね、もう全然わからんもんね、これが。
わかりませんね。これはやっぱり前方後円墳にしときましょう。はいはい、それどっちから見てもそう見えますわ。はい、次行きますね。はい、皿池古墳でございます。これは西から東を見るとね、こんな感じ。手前が豊富で、あの山がね、後円墳かな、そんな感じがしないじゃないんだけど。あれ、反対から見てもそんな感じするんだもんね。東から見ても、そんな感じがするんやけど。これちょっと確証が取れないね。前、最初の1回か2回目の時にね、そういうふうに思い込んだんだけど、前方こういうふうじゃないかな、って。今日見てみるとね、おお、違うんだけどね、見た感じ。これ東からね、こう眺めたらこんなんやけど。ねえ、ちょっとあれ、くびれに見えないし、向こう上がってるしね。ちょっと分かりづらいね。はい、万葉の丘、皿池古墳でございます。まあ、墳頂上がってみましょうか。ここは調査されてないかね。何にも残ってないからね。こう西に方向向けたらこんな感じか。ちょっとね、いびつはいびつやもんね。こう見てやっぱこうかな。こうが可能性が高いかな。ここから。こうはちょっと低すぎるからね。おそらくね、こういう感じで、こっちに方法があるとね、まあまあなんとなく前方こういうふうに見えないじゃないけどね。そうかな。やっぱりこれしかないかな。はい。そうしかなさそう。これで、ここが7世紀のぐらい、7世紀、8世紀ぐらいだったら、ここにね、南に開口するから、この付近に石窟が、入り口があるはずだけど、まあ、削った跡があるんだけどね、ここね。削った跡あるけど、石は全く見当たらんか。見当たりませんか、石は。見当たりませんね、これは。南に回ってきたけど、こうかな、その感じもしないじゃないんだけどね。ちょっと低すぎるからね。ちょっと低すぎるね。はい、ありがとうございました。皿池古墳でございました。東向き西向きどっちも前方こういうふうに見えてしまった。前方こういうふうにしときましょう。今日はね、寒いからするんか。ああ、冷たいわ。今日1度でございます、1度。奈良の温度1度。はい、ありがとうございました。皿池古墳でございました。はい、中入りましょう。入りましょうって言って、店行かなきゃいけない。はい、ありがとうございました。